はい、おはようございます。ガーデニングしながらフリートークっていうのにちょっと初めて挑戦したいと思います。ダラダラとやっていきたい。はい、よいしょ。だいぶお花がもう傷んできたんで、ちょっと一回切らなきゃいけないですね。切ると僕も切る感覚はよくわからんのやけども、花がらつみとかしながら汚い葉っぱを切っていくという作業です。ガーデニング初めてね、分かったのはね、やっぱね、この花がらつまんとあかんなっていうのはよく分かる。ついてるんかな。よいしょ。絶対腐った葉っぱとか落ち葉とか、水で濡れた、なんかこう雨で濡れた花柄とかがやっぱそこから病気を起こすんですよ。でそういうことがよくわかりますよね。でちょっとあまりにも手を広げすぎて全然追っつかないんですよ。言うても昼間は仕事してるんで、ガーデニングしながら仕事をしてるのかなんかよくわからんけど、手入れはしてるんやけど、やっぱこういう土曜日とかにガサッとするのがやっぱ一番いいなあ。ちょっとんで切ったらまた咲いてくれるんで、この置き場所一つでもすごい変わってくる。面白いですね、ガーデニングは。すごいもう毎日発見があるという。でやっぱでもね、ほんまにこの傷んだやつは取らんとあかんっていうのはもうすごい大事やの。舞鶴もほんまにこの古い葉っぱとか傷んだ葉っぱを取ってないからこんなおかしなことになる。やっぱ新しい芽をいっぱい出さないとあかんなっていうのはもうほんまガーデニングしてすっごいわかる。僕これガーデニングやって人生変わりましたもん。花でもこうガンガン取っていけばいい古いやつが、なんかそうに思うけど、取ったらやっぱつい出てくるんだよね。こんなのはガーデニングするのがわからなかった。古いやつを取るっていう前提でいてると、あちこちにこの芽が行き届くんで、やっぱずっと放置してるとどんどん汚くなる。
何でも一緒やな思いますわというような話をしながらやっていくのかいいのか、それともどうでもいい話をするのかちょっとわからないですけど、探りながらやっていきたいと思います。はい、実験的なもんなんで、別にこんなに人に見てもらうことを意識してやってるわけではなくて、自分 の, この新しいやり方をこう定着させるためにいろいろ探りながらやっております。YouTube いろいろ見て参考にしてるんですけども、まあまあそんなに僕の好みではないのが多いっていうかな。この系統はせやがるおじさんとかがまあまあやってはったりだとか、あとはもうほんまにこのなんかちょっとナショナリスト系とかがいろいろありますけれども、まあどれも僕の好みではない。やっぱそれなりにこう自分なりのスタイルを確立させないとこれ続かないと思うんで、もうよいしょ、まあただひたすら僕がこのガーデニングをしているだけになるかもしれません、真剣にやってみたら。まあそれはそれでも別にええと、意外にすごい汚いように見えて、やっぱ綺麗なのもたくさんあるっていうか、ちょっとすごいひどい状態かなって最初思ったんですけど、そうでもないと切ってみると、やっぱり新しい新芽がボン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 出てるよね。だから舞鶴なんかもまあめっちゃ腐敗してるように見えて、新しい芽も出てるのかもしれないって。ただもうあまりにもこの古い汚い葉っぱが目立ちすぎて、こんなに悪い舞鶴が悪い状態になってるのかなと、こう周りに動しながら思ったりもするわけですわ。だってやっぱほんまこの新陳代謝って大事やね。どうしても古い葉っぱが取らないと次から次へと見えてくる。一つ取ったらその取ったところからまた古いやつが見えてくる、隠された古いやつが。だからこれ繰り返しなんでしょうな。何も何でも街をきれいにするというのは掃除をしないと見えてこないこともあるんですな。これな、ほんまにこのガーデニングがめっちゃ役に立つ、ね、もっと早くにしとくんだったという。全部取ろうかな、もう花もこれいっぱい取った方がいいな。取らないと汚い葉っぱ、傷みかけの葉っぱは分かってこないといういっぱいあるな。でもそれでもないという。
これがほんまにね、目の前に汚いのがあるんだけど、わからないんですよ。ちょっと離れてみるとか、かき分けてみるとかしないと。掃除をして初めて見えてくるな。面白いな。絶対盛ん、花のつぼみがあっても絶対これは盛んやろみたいなつぼみもあるしね。こんなもんかな。傷んだ葉の周りは全部こう傷んでくるしね。でもやっぱ分からない。感じでお掃除できたって何回言うと思う。よいしょ。よいしょ。よいしょ。いいかな、これで。よし、最後に薬やって、こんな感じで綺麗にしてみました。よし、これじゃと切りがない、はい、次行きましょうか。よいしょ。買えないですけども、穴は切った方が出てくる。
ロビア聞こうかな。やりすぎやな。これぐらい、うん、ユーフォルビアってなんか変なシルビルがいいじゃないの。よし、うん、やっぱり喋らなくなりますね、待ってるんで。待ってる気喋らない、真剣に喋らない、これは失敗だな。よいしょ、飲もうかな。
よし、いい感じ来ました。こんな感じで、はい、完成です。よいしょ。